日本関東地方神奈川県横浜市金沢区、昭和町昭和町は神奈川県横浜市金沢区の町名。住居表示は未実施で町名は設けられていない。面積は0 2 8 8トルで2005年の国勢調査では人口2 9とあるが2017年12月末現在の住民基本台帳。 外国人登録原況によると人口は0人である。金沢区北東部に位置し、北東側は根岸湾に面する。中央やや海寄りを国道357号と首都高速湾岸線、金沢シーサイドラインが北西南東に通過する。南東は北、大川を挟み国道より、海側は鳥浜町、内陸側は富岡東2丁目に接する。 南西は富岡東一丁目、北西は杉田川を挟み、磯そ杉田五丁目に接する。全域が埋め立て地であるが、埋め立て時期は国道を挟んで異なる。現在の国道より内陸側は東京市豊玉郡大久保町の若林清志ら10名により、1922年5月5日に、 神奈川県知事に対し、倉木郡金沢村大和と三岡畑青土地崎の海面59,748坪を埋め立てる出願がなされた。同年11月28日に埋め立て免許を得て、1923年4月20日に工事に着手した。しかし、9月1日に発生した関東大震災により計画変更を余儀なくされた。 若林は1925年に死去し、相続人が埋め立て県を継承すると、若林の相続人以外の9名は脱退し、代わって三重県の男性 S が加わった。1926年6月24日、土地利用変更や道路設計変更の申請を行う。1927年8月23日には広区を6つに分割し、 竣工期限を最長で1928年11月25日まで延長する変更申請を行った。第一航区1176坪は1927年8月24日に竣工認可申請。同年10月12日に竣工認可を得て、11月25日に倉木郡金沢町に編入。昭和町のあざながつけられた。町名は、 昭和初期に開発されたことから名付けられた。その後、第2コーク1039坪と、第3コーク1861坪は1928年3月30日、第4コーク1075坪は1928年10月31日に、春行認可を得たが、第4コーク春行認可に際し、1928年1月に、 別の事業者に対して埋め立て免許を与えた、杉ぎ地先の埋め立て地の道路との整合を図るため、既存の第一から三工区の道路設計を変更する条件が付けられた。この道路が未整備であったため、第五工区の竣工認可は得られずにいた。1929年、S は同じ三重県の愛に埋め立て県を譲渡する旨を神奈川県知事に申請したが、 申請はなかなか認められなかった。1930年5月に S から知事に対して提出した陳情により、本件上等を認め、県は愛と共に問題解決に当たることとなる。杉田地崎の埋め立ては1931年に未着工のまま執行し、第五工区12,601坪は1934年12月22日に、ようやく春工認可が下りた。 第六港区3993坪は未着工のまま失行した。現在の国道より海側及び内陸側の内東端の一角は1963年よりネギシワン八区として埋め立てられ1971年に竣工。同年4月23日に杉田川と北大川の間及びその内陸側の富岡町あざ昭和町に金沢区昭和町を新設。 北大川の東側には、同日に、金沢区鳥浜町が新設され、杉田川より、北は、磯そご杉田町に編入された。2016年現在の経済センサス調査による、事業所数と従業員数は、以下の通りである。1934年10月に、日本飛行機の工場が開設され、現在は、国道の海側の鳥浜町よりに、本社、内陸側に、 航空宇宙機器事業部を置く。1951年3月に神奈川県工業試験所が開設されたが、1995年4月に海老名市に新設された神奈川県産業技術総合研究所に統合。跡地には海洋科学技術センターにより2002年にスーパーコンピュータ施設地球シミュレーターが完成した。加藤ハイコムも本社は置いているが、 IHI から加藤製作所への事業譲渡に伴い、今後の閉鎖が決定している。国道の海側杉ぎたよりには、非主食の冷蔵倉庫、横浜シーサイド物流センターがある。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。